手にしてましたね。試合を終えて音が出て、まあ一旦格闘技を引退させていただきます。急上昇1300万再生超えで、褒めらん悲しむ超えたすとはいえ俺の声も出す、引退しないでとの声も多く、そんな中でもヒットヒカキンさん、いつかまた戦いたいって思って出ることもあるかもしれない。アインシュタイン稲田さんが大変だ、 YouTube の人気な芸人さん、そんな稲田さんが突然これこれを僕らあった、太陽は稲田さんが女性にとある DM を送るとっから始まる、なんかアベマの企画で協力者ランダムで探してると、女性は心よく承諾するが、そっから別アカに変えようとする、別アカはフォロワーゼロのステアカ、そこからヤバいやりとりになる、女性にあれだ画像要求、これこれ曰く女性も送っちゃったらしい、これがあっちゅう間に大きなニュースに、 YouTube でもコメ欄が大荒れ、その後稲田さん X 見て変なことに巻き込まれたと、身に覚えないし知っていない、信じてくれた人愛してると、とはいえリプランが大荒れ、あんまり信じられてない模様、そんな中これこれが追撃、 X で追加情報あげてく、さらばの名前を使ったり、被害者を複数存在すると、さらばは反応したけれど、いやらは大々炎上中、ヒカキンさんが大変だ、2週間ほど中突然報告動画出て、8月1日何か報告と、運命的に世間の皆さんはあまり良くないこと想起される、いろんな考察出てる中、聖金さんが注目された、聖金さんのこの動画、ここからずっと動画上がっていなく、聖金に何かあったのではと、深刻な展開予想されてと思ってたら、聖金ゲームズに仲良く兄弟での動画上がった、コメラン&を超えたす、8月1日一体何あるのか、久々綾南さん大変だ、突如インスタ全削除、何があったかはわからないが、そんな時ちょうど芝居がとある結婚式に出た写真がある、久々の芝居に皆歓喜だけど、指はしておらず、